ポリタンクから燃料タンクへ灯油を移している石油ポンプ石油ポンプあるいは灯油ポンプはサイフォンの原理を用いた液体ポンプの一種で主に灯油を容器から移し替える際に使われる。日本工業企画の JISS2037 では石油燃焼機器用重油ポンプという名称である。英語では他の用途のものも含めてサイフォンポンプと呼ばれる。 手動の石油ポンプ一般的なものは、ポンプ部分から下に一本の管が伸び、管の付け根近くから横に、蛇腹式の管が、横へとして伸びる形状をしている。この管の分岐部には、逆止め弁が仕掛けられており、液体の流れは、下の管から、横の管へしか流れないようになっている。ポンプは、復元力のある樹脂の筒を握って排出、離して吸入するものが多いが、 乾電池を使った電動式のものもある。電動式では次口にセンサーをつけ、満タンになると自動的にポンプが止まる機能を備えたものがあり、灯油を溢れさせるトラブルを防いでいる。石油管から石油ストーブに給油する場合は、まずポンプ上部にある空気弁のネジ栓を閉めた後、下側の管を石油管に差し入れ、横側の管を ストーブの石油タンクに差し入れる。この状態でポンプ操作をすると石油管から灯油が吸い上げられる。操作を続けて灯油の液面が管の分岐点に達すると横へを通じて石油タンクへ流れ込む。ここで石油管側の液面が注ぎ込むタンクのそれより十分に高ければポンプを操作しなくてもサイフォンの原理によって自動的に灯油は流れ続ける。 給油を止める場合は、ポンプ上部のネジ線を緩めれば、流路に空気が入って、サイフォンの効果は失われ、灯油の流れが止まる。また、石油管側の液面の方が低くサイフォンの原理を利用できない場合は、ポンプを操作し続けることで注ぐこともできる。内部に灯油が残ったままだとポンプの樹脂が侵されてしまうため、使用後は立てた状態で保管する。 1907年には山形時助の公案によるゴム球を使い、花瓶の水を排出することを主な目的とした手動ポンプが、生花水吸い取り機として日本で特許登録されている。これには逆止め弁がついておらず、水を吸い上げる際には出口を指で塞ぐ必要があった。サイフォンとして使うことも想定されていなかったらしく。 水を吸い出すためには何度もポンプ操作をする必要があった。1926年には、ビクター・ W ・ヘレンダーによる逆止め弁と空気弁を備えた現在のものと機能的に変わらないサイフォンポンプがアメリカ合衆国で特許登録されている。1947年には、中松義郎が醤油の一生瓶から小瓶への移し替えを目的として、 考案したとされる、プラスチック製手動ポンプ、醤油、チュルチュルをサイフォンの名で出願し、1949年に日本で実用新案登録されている。サイフォンは逆止め弁を備えており、ポンプ部分にバネを使っている点と空気弁を持たない点以外は、現在の灯油ポンプと変わらない構造になっている。1952年に丸山工業が、 石油コンロへの給油を目的とした金属製のサイフォン式灯油ポンプ、ダイヤポンプを発売。ダイヤポンプは手押しポンプと同様の構造を持ち、ピストンを手で引き上げることで灯油を吸入していた。現在の MK 成功では同形式のポンプは製造しておらず、一般的なプラスチック製灯油ポンプを販売している。1963年。 金属製石油ポンプの日本工業規格として、JISS2028 が制定された。後に、プラスチック製石油ポンプの規格として、JISS2037 に変更された。ドラム缶に取り付けられた手回し式ポンプこれら、灯油ポンプはガソリンには使えないので、ドラム缶から手動でガソリンを移す際などには、手回し式やレバー式の金属製ポンプが使われている。 1979年の映画、エイリアンに登場するエイリアンの造形の一部として、日本製の灯油ポンプが再色されて、東武両側に埋め込まれている。ありがとうございます。